旭川を拠点にして活動する北海道初のプロバレーボールチームが誕生し、旭川市総合体育館でお披露目試合が行われました。チーム名は神話に出てくる北風の神の名を取り入れたボレアス北海道。チームのシンボルはエゾオオカミです。ダンスパフォーマンスなど華やかな演出の中、ボレアス北海道の選手たちが入場してきました。選手は13人、旭川や道内出身の選手が数多く所属しています。富良野から来ました、フルータさん。どんなところがいいですか？イケメンです試合相手は香港のドラゴンチーム。試合の序盤は相手チームにリードを許しましたが、徐々に試合の主導権を握り、ボレアス北海道が3対0のストレート勝ちをしました。ボレアス北海道、今後は社会人バレーボールの V プレミアリーグを目指し、下部リーグの V チャレンジリーグ2に参戦します。夏休み中の子どもや教員を対象にした工作教室が今月7日、旭川市博物館で行われました。一寸など昔使っていた長さや重さの単位を学んだ後、割り箸やフィルムケースなどを使って小さなものの重さを測れる竿ばかりを作りました。この竿ばかりは重りと重さを調べたいものを竿に吊り下げて重さを割り出す道具です。さらに博物館では偉人たちの人形展が行われています。ダーウィンに藤子不二雄 A さんや弁慶など、なんだか愛らしい10センチの偉人たち。この展示会は8月27日まで行われます。8月31日は市道民税と国民健康保険料の納期限です。忘れずに納めましょう。納付には便利で確実な口座振替のご利用をお勧めします。詳細は税務部納税推進課までお問い合わせください。